みんなお休みタイムです。 でね、ちょっとバタバタしてるとか言われるんですけど、これね、暑くてね、毛づくろいをするのがね、ハムスターね、めんどくさいっていう感情がある不思議な動物なんですけど、人間に似てるんですけど、それでね、毛づくろいを怠ってたりするんですよね。まあそれは置いといて、見てこれ、歌子がもうなんか銭湯のなんか、なんて言うんだろう 角っこになんかのぼせながら顎を置いてるみたいな感じで寝てますね。でここではね、グリコが回し車の上で寝ております。 こうやってね、寄せ合って寝るのが、寄り添って寝るのが大好きなんですよ。よく見るとね、これ4匹いるんですよね。ここに耳がもう1個ある。あとはなんか面白いのあるかな。面白い寝方。あとはね、この男の子たちがですね、ここでこうやってね、大人の男の子たちですね、この回し車の裏で寝るのが好きで。ギル気づいた？これ見て、これチワル子は ここでぐしゃってなってるんですよ まあそんな感じな ハムちゃんのかわいい寝姿の ちょっとした動画でした。毛づくろいしてる、おてて毛づくろいしてる、隣のこの、ほら、なんでやるんだろうね。おてても毛づくろいすんだね。自分の毛づくろいはめんどくさいのに他の子はやるんだね。ちょっとね、汗かいてんのもあるのかな。特にハムスターはね、この脇のところがね、汗かくところが、うまく言えないんですけど、脇腹の2つの2箇所からしか汗をかかないんですね。だから特にそこがね、ちょっと湿っぽくなったりするんですよ。タコ、タコ、タコ。なんか気持ちよさそうだね。気持ちよさそうだね。うん？したの？なんか口もごもごしてるけど、なんか食べてる夢でもしてるんですか？暑いからね、砂の上で寝てる子もいいよね。涼しいからね、回し車とかひんやりしてるからね。という感じでした。アイを見ながら ではではでは向かうところを見よう。ではでは。